季節先取りの暖かい年度末、東北や北陸では前日の気温差が大きくなります。さあ今日も晴れるところも多く、気温も結構上がりそうですね、はい、そうなんですよ、はい、まあ、4月並みから場所によっては、ね、5月並みといったところも出てきそうなんですかね、はい、その要因、天気図まずご覧いただきましょう、まあ、今日は西の方に中心を持ちますこの高気圧、これにですね、まあ、覆われるところが多いんですけれども、この高気圧暖かい空気を、ね、広く持っております。でどれぐらいの温度の空気かと言いますと、こちらが上空1500メートル付近の今日の15時の、まあ、温度の分布になります。でこういった感じで今日暖かい空気が入っているんですよ。こう大陸から入ってきてます。でこのラインが1500メートル上空の6度線です、まあ、これにだいたい15度を足すと晴れた時の、まあ、最高気温の目安になりますので、21度前後まで上がるような、まあ、そういった暖かい空気が東北南部まで北上する、これが今日の特徴となります、まあ、その結果こちら今日の予想最高気温を見てみますと、まあ、西日本東日本だけではなく、まあ、仙台でも今日20度まで上がる見込みです、まあ、特に昨日と比べて温度の上昇が大きいのが仙台新潟金沢などでして、まあ、昨日と比べて5度ぐらい上がって5月並みです、まあ、その他も20度、以上といったところが多いですし、まあ、東北北部から、ね、北海道も、まあ、昼間は気温が各地上がっていく見込みでして、はい、昼間は、ね、各地過ごしやすいんですけども、今度は、ね、昼と夜の体感差どうしてもこの時期は大きくなりますので、まあ、そのあたりの服装調節などは要注意と言えそうです、はい、体調管理にも十分お気をつけください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。